ここか。オーディンの幻はあの城に入ったよね。近づいてみましょう。ここは敵の領地、黙って通してはくれまい。障害を排除しつつ進むしかあるまいな。うちの出番や。オーディンに守れって言われて暇だったの。じっくり遊んでもらっちゃおっかな。私が止めてみそう。これぞ無双。うちの出番や。痛めてやる。今日は調子が悪い。あわよ。あなたは死ぬ。ずっと知っていた。俺たちを恐れて逃げ散ったと思うの。何か策を仕込んであるのか。見えすいているが用心すること。奴らを苦しめてやろう。やはり伏兵がいたか。そうとも慌てる理由。これで幻に近づけるわ。うちの出番や。行くで。やばい。行くと。この世界に根付いた。苦労して持ち込んだ甲斐があったという。あの巨木を持ち込み、この世界に根差させたのはオーディンだったか。そういうことになるわね。他の場所にも幻を呼び来てみましょう。次はどこへ向かえば。もうせかさないでよ。今大地の記憶を読み取っているところなんだから。素晴らしき活躍よ。お前が味方にあることを幸運に思うぞ。成敗。何やら見知らぬ戦場に出たか。これぞ無双。まあいい。向かってくる敵は狩るだけだ。うちの出番や。行くで。あれってもしかしたキリウスさん。あの人強いけど扱いにくいから苦手なのよね。何やら不穏な男が現れた。敵か味方か、現時点では感じがたい。なんだあいつは。邪魔しやがって。奴らをけしかけてやれ。うん、薄汚い怪物ども、その腹を切り裂いて犬の餌にしてやる。勝手な真似はさせない。獣が雑魚ばかりでは俺の伝説の足しにもならん。もっと骨のある敵はいないのか。ああ、もう暴れられた。こちらの作戦に支障が出る。あの男にはおとなしくしてもらうしかないな。やはりあいつか。
までの軟弱者どもとは違うようだ。貴様らなら少しは楽しめそうだ。貴様らなぜ俺を殺さん。神々をもってしてもこの俺は手なずけられんぞ。破れてなお激しい男だ。話は落ち着いてからするとし。見つけた。次の幻はあそこよ。ダッキちゃんにかっこいいとこ見せたね。みんな行くで。邪魔者がいては幻に近づくこともままならぬ。即刻排除せねば。行くで。素晴らしき活躍を。お前が味方にあることを幸運に思うぞ。されましたな。執着しねえ。お前こそ真の三国武将だ。この地は滅びへと向かう力に満ちている。まだ情報が欲しいわね。もう少し大地の記憶を探ってみるわ。そろそろ私も楽しませてもらおうかな。みんな進んで。特別に力を強めてあげるから。せーの。敵が手を取る。これぞ無双。ダッキが何かしたのか。先にあの女を倒しておいた方がいい。やりろ。次は負けぬぞ。素晴らしき活躍よ。お前が味方にあることを幸運に思うぞ。ところで負けちまうとは。
やはりあいつか。いい流れを引き込んでくれそうだ。いやー、私がやられちゃダメじゃない。ダイオン、次の幻はどこだ。ああ、もう話しかけないでちょうだい。集中できないじゃないの。わかったわ、幻はあそこよ。滅びに向かう力、ユグドラシルを育てる。そして私の望みを譲る。この地から呼び出せる幻はあれが最後ね。一旦引き上げて情報を整理してみましょう。ユグドラシルをこの異界に持ち込み根付かせたの。ええ感じやん。